3月31日日曜日に行われる大阪杯 G1 阪神芝 2000m2017 年の G1 昇格後はオモ馬場で行われた2021年を除き毎年街頭馬が人気を問わず馬券に絡んでいるプラチナ条件があります100分は一見にしかずずばり馬体重に注目してください下向き黒三角大阪杯馬体重別成績 過去7年。から499、2の6の3の61、勝率2.8%、負勝率15.3%。500から5の1の4の19、勝率17.2%、負勝率34.5%。黒丸500キロ以上の主な高層馬。人気、精霊、体重。23年一着ジャックドール。2人気、オ千5512。 23年3着ダノンザキッド、10人気、オス5530。22年3着アリーボ、7人気、オス4500。20年1着ラッキーライラック、2人気、メス5520。19年1着アルアイン、9人気、オス5524。18年1着スワーブリチャード、1人気、オス4516。 17年1着北山ブラック1人気オス5540スタート直後とゴール前で2度坂を上る必要がある阪神芝 2000m は馬角が大きくパワーがある馬に有利な舞台体重 500kg を超える大型馬が勝率副勝率ともに圧倒していて昨年は出走馬16頭中2頭しかいない 500kg 超え馬が13着に入りました さらに、馬体重500キロ超えで注目は、前走先行、で競馬をしていた馬。戦術した体重の条件と掛け合わせると、40の1の、5、で勝率40%、副勝率50%と、構想率が大幅アップします。そして気になる今年のメンバーで、前走500キロ超えで先行、のプラチナ条件をクリアしたのは、下記の3頭。エピファニー、前走504キロ。 ジオグリフ、全走516キロ、ステラベローチェ、全走510キロ、もちろん当日の馬体重にも注目ですが、現時点での街頭馬はいずれも人気薄が予想される穴馬たち。買い目に加えておけば思わぬ後輩灯をプレゼントしてくれるかもしれませんよ。